カメラマンをしてくれてるんですけども、今回はなんとディレクターもディレクターも担当してくださってるんですよ。はい、大出世です。はい、じゃあ星名君にお伺いします。どうですか、今日の自己採点は何点くらいでしょうか。そうですね、135点が出ました。135点。一応お伺いしますけど、何点満点ですか。270点満点です。ということは、計算できない。半分以下ってこと。270点満点割る270割る135は流して大丈夫かな。ちょっと水谷さんのイメージが落ちるかもしれない。ダメ270引く。まあね、これ壮大で多分ダメ出せと思うんですよね、電波を通じて。なんだよ50点ってみたいのを。50点ね。分かりづれえよと。私誰だと思ってるの。水谷たまみよ。分かりやすく。135点って聞いたらすっごい高いと思うじゃないですか、うん、50点かいって ね、うん、まあ、その辺も含めて、ね、うん、うちの星がどんどん伸びて、はい、はい、これから、ね、このユーストリーム配信は星名くんものをも伸ばしていくという、ね、放送になっております。というわけでした、カメラマン星名を鍛えようのコーナーでした、では続きましてのコーナー、チリリリリン、あ、じゃあじゃじゃん、はい、続きましてプレゼン対決のコーナー。このコーナーは、私水谷と長川さんが今ハマっているものを、私3つ、長川さんはいくつ、2つをプレゼンするっていうコーナーです。前回ですね、ゆりさんとあやちゃんがプレゼン対決をして、長川さんがジャッジしたの、あ、じゃあ吉野くんがジャッジしたっていうコーナーだったんですね。今回は長川さんと私がプレゼン対決をしたいと思います。ではでは、いきなり行ってもいいですか。そうですね、もう1個ぐらいハンデなんで、うんうん、水谷さん先行でいいですよ。そうですよね、私3つもあるもの。そうじゃあ私が最初にプレゼンするものはどうしようかな。じゃあ1番、じゃじゃーん、これ、あ、こっち、何が違ったの。違う、やってみたら違くなかった。これです。これ何だと思います。知ってる、みんな知ってるかな。筋トレ器具、筋トレ器具なんですよ。あ、もうプレゼン始まってるか。じゃあ私のイメージのプレゼンは、会議室でこうモニターを見ながら、こうなんか棒みたいので、これがこうでみたいな、そういうグラフとかがあるようなやつが私の中のプレゼンなんですけど、今回はそういうものはありませんので、私がやってみたいと思います。そうですね、さてやってみるよ。はい、これはですね、なんて言ったらいいのか分かんないけど、最近リサイクルショップで買いました。でも見たことありますよ、深夜とか。そう、多分一昔前に流行ったんだと思うんです。メーカーの人ごめんなさい、一昔前に流行ったんだと思うんです。で、それを見つけて一回やってみたら、これめっちゃいいじゃんと思って買いました。はい、どういう風にやるかと言いますと、こうやって腕を伸ばして、こうやって、危ない、腕を伸ばして、こう上下にこう揺らすだけなんです。それ今どこが鍛えられてるんですか。これは腕と多分胸筋と腹筋がすっごい。腹筋は鍛えられないでしょ。あ、私が今グッてやってるからかもしれない。腹筋も痛いんです。私、あ、体幹に来るわけ。そう体幹に来るんだと思うんですよ。調べてはいないんですけど。で、最近はこれを買ってやるようにしてます。そう、だってそれでもあとこうやったりも。そうこうやってね。あ、それはどこが鍛えられるの。腕かな。こうやってやるんですよ。あ、なるほど。ちょっと広いところじゃないとぶつかっちゃうからいけないんですけど、こうやって今私は胸筋を鍛えてグラマーになろうと思ってます。そう、なるほどね。そうちょっとセクシー路線もね。そう、なんかそういう、そう、夏になってお腹とか、ね、出したりすることがあるかもしれないから、その時のために今胸筋を鍛えてます。っていうグッズでした。その1、これ。あ、その1。じゃあ次は、じゃあ長川さんが順繰りで言うと、順繰りで言うと、いただきます、プレゼンだ。
定ですか。どうしようかな。何が出るかな。僕はですね、これね、本当映像向きじゃないと思うんだけど、アボカドめっちゃ好きなんですよ。アボカドなんですか、アボカドなんですか。アボカドハマってる割に間違えちゃったね。違うこれ違う、いいパスだったでしょ、うんうん、そうね、散々今まで大仏読めないとか、そういうところを取り返してると思って。あ、そっか、私のこと考えてくれたんですか。そうです。すごい、長岡さん考えてんだな。考えてますよ、ちょっとプレゼンの邪魔しないでアボカド。でもどうですか皆さん、アボカド、アボカド、なんかね、もう言いづらいからこの緑のやつって言いますけど、この緑のやつがすごいなと思うのは、なんだろう、果物、野菜、このね、なんなのって感じが好きなの。味がこうお魚じゃないけど、なんつったらいいんだろうな、お醤油とかにも合うじゃん。ああ、そうですね、わさび醤油とかにも合うじゃん、でチーズとかにも合うじゃん、なんかそういうマヨネーズっぽいものにも合えられるじゃん。これのポテンシャルはですね、すごい高いなと思って、僕は、まあ、結構料理するんですけど、ついつい、またね、スーパーで安いの、1個100円とか、安い時68円とかなんだ。へぇ、買ったことない。料理しないでしょそう、で、ついつい買っちゃうの。で、一人で食べるにはね、やっぱり濃厚なものですから、そんなに食べる量いらない。で、まあ僕もちょっと新婚なんで、食卓に半分、奥さんの分渡すじゃないですか。それをまあ料理を作るたびにやってたら、ある日、奥さんが、私の一生分のアボカドの許容量を超えました。私はもういりませんって言われて、ちょっとね、ちょっと僕の熱意が、彼女の人生を変えてしまったところはあるんですけれど、それが今僕がハマっているっていうね、この緑の肉やつ、食べたくなったでしょ。そんなにじゃあちょっと負けじと、もう一品、じゃあじゃあね、はい、私も食べ物でいきます。はい、私が最近ハマってる食べ物はじゃらん、これです。ふわふわスフレホイップカスタードでーす。ね、興味ないんじゃないですか。あります、甘いもの好きですか、長岡さん。大好きです。あ、じゃあ絶対好きですこれ、食べます。食べたことあります。あ、ありますか。なんかあります。じゃあこれ買った優勝候補なんじゃないかしら。これ値段がなんといってもリーズナブルで105円なんですよ。で、私はファミリーマートで買ってるんですけど、このふわふわ感とホイップにカスタードが混ざってる感がもうめちゃめちゃ美味しくて、いや、いいけど大丈夫大丈夫、そのね、食べてる間は僕喋りますんで、本当だ。びっくりしたのがプレゼンだって言ってんのに口を塞ぐっていうね、ちょ、前代未聞のプレゼン方式だった。ちょっとどぎもぬかっただけなんで、どうぞ自由にプレゼンしていただいて。いただきます。このですね、見えづらいかな、この、まあ大きさもまあまあ ね、ふわふわなね、見えるのかな、断面もね、断面がこれ、わかんないな、じゃん、バニラビーンズがね、こうふんだんに入ってるわけですよ、はいはい、これ、劇団員の勝部ゆう子さんも好きだって言ってて、昨日、一昨日と、ルドルフといっぱいあってので公園に行ってたんですけど、その時に見つけたファミリーマートで、一緒に買ってこれ美味しいよねっていう話をしたばっかりなんだ。でハマってるものが取れてきちゃった。はい、食べたい。あ、長さも食べたい。食べたら誰も喋れなくなっちゃうから。もぐもぐしたらいい。そうそうそう。でね、僕もね、好きな菓子パンとか最近あって、なんだっけな、ウサギのほっぺって知ってる、あれのカスタード味めっちゃ美味しいから。どこに売ってるんですか。どこかはわからないけど、結構多分コンビニとかスーパーで売ってると思う。確かにパスコ。パスコって何だろう。山崎パンとかあるじゃん。あ、はい。そう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 。うん、で、ね、すごい皮がね、それはもちもちしてる。これはしっとりふわふわです、ね。食べたことある。さっき言ってた。早く早く、水谷さんプレゼンの時間なくなっちゃうから。早く。ほら、とろーり。食べたくなったでしょ、皆さん。
ファミリーマートに走った方がいいですよ。105円ですからね。回し物なんですか、うん、ファミリーマートの。あ、でもこれを見てね、うんうん、ファミリーマートの人から CM のオファーとか来るかもしれない、うんうん、美味しそうにね、うん、食べてるし、あの子いいな、次のファミマの CM になってね、うん、そういったね、有名が膨らんでいけばいいなとは思ってるんですよ、うん、そういったプレゼンにもなる、なる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 、どこで目に留まるか分かんないからね、うん、でも、その道草ライブの時に褒められてたよね、水谷さんは、キーボードを弾いてくれて、アレンジ、楽曲アレンジしてくれた小沢くんから、うんうん、水谷さんはシャンプーの宣伝くれてるんですよねって言われたんだよね。言われた。なんかシャンプーとかパルムっていうアイスをパルムっていう白いホワイトチョコのアイスを食べてたんですよ。この格好で、この白い、たまたま、たまたまこの白い、うん、この服で食べてたら、そのアイスクリームの CM に合うよって言われて嬉しかった。嬉しかった。そうね。あ、うん。美味しい。うん。美味しい。いや、この表情が多分ね、うん、何よりのプレゼンになると思ったらね。美味しいですよ。これ今今日3つも買ってきちゃった。買い占めちゃった。なるほど。ああ、でも、うん、なかなかいいプレゼンでしたね。うん、ありがとうございます。ちょっと完食しました。うん、僕も甘いものには弱いんで、うん、かなり今心揺れてます。揺れてますか？でも選ぶのは星野さんですよ。そうだよ、星名くんが甘いもの好きとは限らないから。そっか、やばい。で、僕はもうね、星名くん仲良しですから、うん、星名くんの好みも分かった上で許容、うん、してます。ああ、優勢だ。じゃあ、うん、負けじと頑張らないと。僕ね、うん、夏っていうこともありまして、うん、今日も暑かったじゃないですか。二品目ね。二品目、うん、じゃーん、センスっていうのがね、わあ、やっぱりいいんじゃないかなと、うん、これなんと麻布十番祭り、うん、去年やってた、うん、特別に何個か家で作ってるセンスなんですけど、まあそんなね、うん、今愛用してますが、うん、センスってかっこよくないですか、うん、かっこいいですね、うちわを持ち歩くわけにはいかないし、うんうんうん、大人なんで、うん、下敷きとかで仰がないですよ、うんね、そうですよね、そうすると、うん、サッて出て、うん、でサッてしまって、うん、でしかもですね、さっき言ったら浅草じゃないですか、うんうん、もうね、粋な人たちが多いんですよ、うん、でそういったところで興味ないな、喉乾いちゃったんですよ。喉乾いちゃった。そう。あ、でもね、あなたもね、表現者だからね、うん、あ、センス持った方がいい。センス持った方がいいですか。うん、だってさ、日本舞踊とかさ、うん、なんだろう、そういう何踊りの人とかもさ、センスとか使ってさ、うん、あと歌舞伎のその女方のね、お山の人とかも。うんうん、すごいなんかさ、女性らしい仕草をこういうのでやるじゃん、うんうんうん、男具って大事なんだなって思って、うん、持ってるだけで、あ、かっこいいなって思いますもんね。本当？もうこの間もカズマさんがキンキラキンの扇子を持っててパタパタってやってて、ジュリアナ。だってイメージしてもそうなるでしょ。キンキラキン、ジュリアナって言ったらファッファでしょ。あ、ファッファ、ファッファ、ここが金、金の全部じゃない、全部じゃないよ、全部じゃない、ところどころが金で、なんか素敵な、ああ絵柄は見なかったけど、素敵な感じのバサ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 って青いてた。ああ、かっこいいなと思って。そうそうそう、やっぱ年齢がね、うん、ある程度伴っていくと、こうなんかセンスの似合うものになりたいな。で、ハマってるんですか。ハマってますね。で、落語家さんとかもセンスに使いますから、うんうん、小道具に使いますから、ね、お蕎麦とかになっちゃうね、うん、お蕎麦食べるし、箸とかね、そうそうそう、うんうんうん、そうですよね、うん、センスって使えるんですね。一応持ってはいるんですよ。持ってるんだけど、出番がないっていうか。おうち、タンスの暮らしじゃない、なんていうの、まあ、お部屋に飾られてるっていう感じになっちゃう。ね、ちゃんと、うん、カバンの中のレギュラーとして入ってこない。入ってこないんですよね。でも、女の子が手でこう、あっちいなって仰いだりするのが、うん、やっぱね、みやびじゃないし、いいじゃないですよ、うん。そう、そういう、ね、大人のレイデーになっていてほしいわけよ。うん、レイデー。レイデー。そのためには、はい、センス。センス。で、うん、まあ、やっぱね、多分、欲しいなっていうのは、うん、結構そういう日本の伝統みたいなの好きなんですよ。あ、そうなんですか。あ、知ってるんだな。明治大正時代とか好きなんです、うん、あ、そういうタイプなんだ。そう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 、若いのに、若いのに、うん、だから多分センスも、うんうん、好きなんじゃないかと。そう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 、そうなんだ。全然でも私もちょっと今心を揺れてます。100均にも売ってるもの、センスは。そう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 、いろんなところで売ってるし、浅草だったら、浅草とか浅草橋だったらちょっと綺麗なやつとか売ってそうだし、そう、あのね、豚屋さんとかがあって、うんうん、結構安い、うん、お手軽な値段で、うんうん、で結構あの外国の観光客の方とか、うん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 、人気みたいですよ。そうですよね。
でもレギュラーになるかどうかわかんないけど、ちょっと興味はある、うん、もう勝ったな、うん、それはないもう、うん、勝負見えたんじゃないですかね。そうかな、でも、ね、もうこういう状態ってこと。やだなんで甘えてくるんだよ甘えてないもん、甘えてないちょっとやめて、あのちゃんとユースト配信なんで、あ、そうかそうか、しっかり行こう、忘れてた、はい、そうそうそうついついね、ついついいつもの水が、ね、出てしまいましたけれども、私の三品目ちょっと弱いかもしれないな。行きましょう。でも最後鳥を飾るね。鳥を飾るのはこれです。リリリリリン、リポビタンフィール、知ってますか皆さん。 D じゃないんですか。違うんです、リポビタンフィールというやつなんですけど、CM で見て、このパッケージに惚れて、これ飲みたいと思ったんですけど、これはですね、夜飲むと朝すっきり目覚められる。そう、長く寝たら疲れちゃって、いっぱい寝たらさらに眠いみたいなことあるじゃないですか。もう、まあ、次の日3時間しか眠れないって時でも飲んで起きるとシャキーンって、目がシャキーンってなるっていう商品です。寝る前に飲んでいいんだ。寝る前飲んで、いや、カフェインとか入ってないんだ。カフェインゼロです。そこを押さなきゃ。そうか、そうそうカフェインゼロで低カロリーです。あ、それはやっぱね、女性はね、うんうん、女性の味方。そう、こういうさ、うん、栄養ドリンクって、うん、夜寝る前に飲んじゃうと、うん、カフェインが結構入ってたら、うん、逆に目が覚めちゃって、うん、眠れないとかあって、うんうんうん、あ、それはいいですね、うん、そう、キャッチコピーは、うん、明日の力充電しましょう。あ、女性向きなんだね。女性向きですね。そう、最近はあの眠れないことがよくあるので、これを飲んで、ね、寝たら明日元気に起きれるなって想像しながら飲むと、あの元気に起きれるんですよ。あ、なんか少なく、睡眠時間少なくても元気になれるから、最近よく飲んでるんですけど、あんま飲みすぎてもよくないじゃないですかそうだね、うん、なんかそれ逆に、あ、マイナスの方でした。あ、そう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 、薬漬けですよ、もう。もうリポビタンフィールがなければ私はいつもフルパワーが出せないってなってきちゃうから、そんなことないんだよ勝負の頃でね、疲れた心ところでね、そうそう、本番の前日とか稽古が続いてて、あのちょっと疲れちゃったなっていう時に飲むっていうことね。じゃあコンビニでこれを買って水谷さんを見てもあんまり話しかけないでほしいと。あ、うん、私疲れてるんで、今はそっとしておいてくださいみたいな。そんなことない。あ、さすがだね。いつも笑顔の水谷さん。うん、あんまりね、元気じゃないときそんなにないから。でも、まあ、味も好きなんですよね、私、言っちゃうと。リポビタンっていうの味が好き。あ、いや、それはちょっとわかる。うん、だから飲みたくなっちゃう。それとあとこのパッケージが可愛いから飲みたくなっちゃう感じでした。これで以上。以上、出揃いましたね。うん、出揃いました。さあ、楽しみだ。これは夜飲もう。これは夜飲もう。はい、では。では。今日、一番心に残ったプレゼンはどれだったでしょうか。星名さん、お願いします。ドゥルル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 いやー、読めん星名くんが読めない、読めんな、さすがだわちょっと星名くん、私の食べてる感じが功を奏したのか、うん、逆に、うん、あの星名さんが同情してくれたのか、いや、あのね、でも一応星名くんもね、うん、見てる、こういう、うん、こういう進行表みたいなのあるじゃないですか、うんうん、あの多分読んでないけど、うん、あれこの、うん、この辺読んでくれるかな、何対決ではなく、違う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 、うん、うん、心に残ったものをベストプレゼントにしようと内容を変更して行います、うんうん、っていう趣旨があったわけですね、うん、あ、なので、うん、ちょっとなんかいいものもらえるのかなって僕思ってたんですよ、うん、それとかこれ、それじゃない、それじゃない、それ違うでしょそう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 、それとかさ、うん、これとかさ、うん、なんかね、うん、センスをプレゼントって言ったら、ちょっと絵的にさ、うん、キャー欲しい、うん、なんか私も夏に向けて、うん、コンビニで買えるやつだからね、今日リーズナブルな100個多分今日出てきたもので一番安いかもしれないものが、うんうん、やっぱり
視聴者欲しいと思ってるから。あーそっか。でも甘いもの嫌いな人そんなにいないからね。星野さんは甘いものが好きですか？大好きです。あー、いい場面の笑顔でしたね。そうですね、うん、ということで、うん、スフレがきっとプレゼンされます、うん、スフレがこれがですね、スフレ、このスフレはですね7月31日にね、道草ライブがあるんですが、そこでこの放送をご覧の方、そう、こちらね、道草ライブで、先着1名様に、1名様にこのスフレを、ふわふわ、これね、まだあるからふわふわスフレ、これをプレゼントします。道草ライブにご来場の際に、スタッフにユーストリーム配信を見ました、プレゼントくださいって言ってくれれば、これをプレゼントしますということで、でした。プレゼント対決の、プレゼン対決のコーナーでした。じゃじゃじゃーん。イエーイ。そうね。いや、楽しみ増えたね。うん。このスフレを、誰が欲しがるのかしら。どうするの？もう、スフレください。スフレください。うちはスフレ屋さんじゃないんだよってクラウドの人が怒るかもしれない。クラウドの人に言っちゃうかもしれないかな。そうそうそう、わかんないからね。うん。もうスフレ、行けばもらえる。どれ、バーで先にスフレもらえますから。ああ、そっか、ちょっと打ち合わせしとこうクラウドさん、うん、そうですね、うん、スフレいくつか買いだめとかないとかなあげるんだなるほど、ね、先着1名様です。先着1名様、早いもん勝ちね。はい、うん、そうですね、うん、早いもん勝ちです。でも見てる時に食べちゃダメですよ、うん、だから終わった後に食べた方がいいよね。うん、まあでもライトハウスだからね、食べてもいいんですか、そんなに。うん、あ、じゃあおでんとか食べれるぐらいだから、うん、まあまあ、大っぴらに食べなければ。てか1名、限定1名だから。そこは話しましょう。うん、そうしましょう。うちライブハウスでスフレ食べてもいいライブですから。じゃあ、来たと。そう、東京で1か所かもしれないよ、うん。そうですね。そんなライブ。うん、そうだそうだ。じゃあ、来た瞬間にスフレくださいって言ってもらって食べながら見てください。そうですね。はい。はい、ということで、プレゼンの対決のコーナーでした。じゃんじゃん。さあ、それではですね、次々参りますよ。あ、これ片付けて。続きまして、これね、ちょっと待ってね、チリーン。続いては再現ドラマを作ろうのコーナーです。このコーナー、はい、パチパチ、うんうんうん、このコーナーはですね、私、水谷たまみが、今から面白くないですけど、再現してほしいというお話をしまして、その話を私以外の劇団員が再現ドラマにしてみようという試みです。じゃあ水谷さん役とかが出てくる、うん、そう、私役を誰かにやってもらってっていうのをやろうというコーナーですね。いろんな話を考えたんですよ、このコーナーをやるにあたって。で、私いろんな話を考えたんですけど、結構再現ドラマにしたらまずいんじゃないかっていう話が結構あってまずね、一つ考えたんですけど、私高校生の時にちょっと痴漢にあったことがあって、はいはい、その痴漢がですね、普通の電車の中でペロンチョとかそういうんじゃないんですよライトだね、そんなライトなもんじゃないんだと、うん、そういうんじゃないんですよ。もう恐れをののいた自分がちょっともうもうすんごい怖い体験なんですけど、話してもいいですか？うん、ね、いい、ちょっと俺がどうしてもこうなったら、うん、もうしゃべるから、もうしたらいい、したらいい、はい、この話は私が高校生、大学生かな、大学生の頃で、自転車で地元が三重なんですけど、三重の桑名という駅から家まで帰ってたんですけど、ちょっと道が暗くって、あ、怖い、そうで、私自転車で帰ってたんですけど、その時運悪くミニスカートを履いてたんですよ、まだ若かったから。ああミニスカート履いて自転車でこう、うん、暴走してたわけですよ、うん、で、したらなんか、暗いから怖くって音楽をこう聴きながら走ってたんです。それも行けなかったんですよね。で、したらなんかこの辺に違和感、なんか視線を感じると思って、この辺に脇のあたりから視線を感じると思って、んってこうやってチラッて見たら顔があるんですよ。自転車でしょ？自転車で顔があるの。超怖いね。と思ったら男の人が、顔はちょっと見えなかったんですけど、暗くて、こうやって自転車で並走しながら私のス
カートの中に手を入れてきたわけですよ。すごいね。すごい技術。こう走ってるのをこう引っ掛けたってこと。そう、私はそれに気づかずここに いたわけですよ。猛スピードですよ。すごいね。もうすんごいびっくりしてギャーってもう止まって、もうギャーギャー泣いて、で止まったら自転車はシューンって逃げちゃった逃げちゃった。でも私追いかける努力、追いかけなくていいよ。なんで追っかけてくんだよ。キャベーって。ああ、なるほどね。待ちなさいってできなかったから、もうその場でちょっと明るいところに行って、ウェンウェン泣きながら、ちょっとほとぼりが冷めるの待ってたわけですよ。戻ってきたらどうしようと思いながら。ね、そう。でももうその帰ってない、わわ泣く私に妹は、もうちょっと蹴ってやれよかったのにっていうわけですよ。それはね、他人事だからね。そうそうそう、もう私はもうそれから。もう自転車で帰るたびに泣きながら帰るっていうことをしてたわけですよ。そしたら誰も寄ってこないかなみたいな。本当に怖かったんですけど。でもすごいね。うん、超すごい。こうやってこけながらピローンってしてた。もうすごい技術だと思いませんか。ちょっと感心しちゃうな。すごいね。そうまあ私がミニスカート履いてたのもいけないんですけど。でこれを話そうと思って話しちゃった、うん。話そうと思ったんですけど、これは再現 V にするのはちょっと難しいか、なんかどうかなって、まあ、痴漢役とかを道山くんとかにしてもらって、でもそうすると、まあ、役だからいいんだけど、道山くんのイメージが下がっちゃうかなとか。なるほどね。考えて、まあ、役作りもね、うん、役者のうちですからね。そうですね。もうそれはもうキャラクターとは違いますから。うん、そうね。あれ本来の。うん。うん、まあ、そういう技術があるかどうかもわかんないけど、清掃技術がね、あるだろう。それも一つの案として考えた。ああ、なるほど。私、結構過酷な話ばっかりなんですけど。じゃあ、ちょっと、うん、意外と重そうなんで、これでいいっすか。これでいいします。これでいいんじゃないですか。面白いかな、これ。いけるかな。いけないかな。難しいかな、実質的に。再現 V するのは、結構簡単かもしれない。いや、難しいか。じゃあ、もう一個、もう一個重くないやつね。重くないやつ。あ、じゃあ最近私が怪我した話とかどうでしょう。あ、いいんじゃないですか。どんくらいの怪我かによって重さまで違うんですけど。これはね、でもね、再現する人、これもか、これも再現する人がかわいそうかなと思うんですけど、うん、最近私、今すごく隠せてるというか治ったんですけど、右目に青タンを作りました。最近私女優なのに、うん、青タンを作りました。本番の2日前に青タンを作りまして、その青タンを作った時の再現とかどうですか。あ、いいですね。うん、じゃそれの話しましょう。ほぼ聞きましたけど今。あ、言った。私ね、話してて状況をね、ちょっと詳しく、ドキドキするのとかあんまなくなりましたけど、うん、そうね。ドキドキはまあもうね、ないということで、ですが話します。これも筋トレマシンなんですけど、腹筋のこういう床に置いてゴロゴロゴロってするやつ、わかります。わかるわかる。これも一昔前に流行って、深夜に見た。深夜にやってる。こういうやつ、こう足をこうなんか腕立てするみたいな格好でゴロゴロゴロって言って戻ってくるっていう腹筋のすっごい鍛えられるんですけど、あれきついよね。そう、すっごいきつい。で、それをやってたんですよ。やってて、まあ、私非力なんで5回ぐらいやった時に、あ、ちょっとやばい、プルプルってきて戻ろうと思ったんですけど、もうそれも耐えられなくって、もうバネがついてるもんだからくるって戻っちゃったんですよ。そしたら私は何の起きるにも取れず、顔面から床にバーンってなった瞬間、何が起きたか全然分かんなくなっちゃって、一瞬間を置いてうぎゃーってなんか子供みたいに泣いちゃって。誰も悪くないよね。自分が悪い。痛かった。自分の筋力が痛かった。もうなんか赤ちゃんの子供で泣くみたいな感じになって、もう生まれたての小鹿みたいな格好になって、いや、うずくまってギャーギャー泣くっていう。そしたら次第にどんどん目がもう青くなっていっちゃう、紫になって青くなっていっちゃってみたいな大惨事で、もうそれをね、再現してもらおうかなと。なるほど。どっちがいいかな。どっちもなんか再現しづらい。いやいやいや、大丈夫じゃないかな。私ね、あんまボキャブラリーがない。ボキャブラリーっていうか、私のあんまり体験談としては面白いのないけど、それが一番いいかな。
じゃあちょっとそんなね、うん、再現 VTR を近日撮影しに行きましょうよ、うん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 、じゃあ私役、私がやるわけじゃないんですね。私やったらまた青たんできたから。そうそうそう。私加減も知らないから、多分再現 VTR ってちょっと普通にやっちゃうかもしれないんで、うん、じゃあ再現する人は誰がいいと思います？え、決めていいの？え、私が決める？いや、長川さんに決めてもらおうかな。長川さんに決めてもらおう。え、でもそれ、うん、あれ、え、俺がお願いしなきゃいけないでしょ。そっか、じゃあ私がお願いする。あ、でもかわいそうかな。まあいいか、じゃあ私が決める、うん、え、再現 VTR に出てくれる水谷珠美役ってことですよね。だからあなたは、うん、名誉あることに水谷珠美役に選ばれました、うん、っつって。あ、かわいそう。じゃあどっちの再現 VTR をやるかは交互期待ってことですか。そうだね。じゃあ水谷さん役だけ、うん、今バシッとイメージきてる、ね、うんうん、そうね。え、イメージきてる人、水谷珠美役は、はい、決まりました。決まりました。清水真希ちゃんにやってもらいます。わかりますか、清水真希ちゃん。新人です、ね、新人で来ました。あ、頼みやすい人とか言っちゃったわけじゃないんですよ。無難な、うん、無難な感じを選んだでしょ。真希ちゃんだったら面白くやってくれそう。じゃあぜひぜひね、うん、清水さんにお願いをしたいなと、うん、そう、清水真希ちゃんにやっていただきたいと思います。あら、はい、もうそんなこんなで、うんうん、もう時間になっちゃう。もうなかなかね、本当いい時間になっていますので、はい、ここら辺でちょっと次のコーナーに行っていただいていいですか、水谷さん。はい、では次のコーナー、次のコーナーはこれ。じゃらん、こちらです。次回の次回配信のお知らせです。そうですね、そうです。次回の配信はこちら。嘘だ。次回の配信は7月21日日曜日、午後2時から午後2時頃から配信予定です。そうですね、はい、なんでいつも夜やってるのに、うん、そんなお昼の時間に急にやるんだ。そう、ちょっと疑問の方いるかもしれませんが、なんだなんとこれ、そうです、7月21日、うん、14時から、うん、浅草文化観光センター、うん、雷門の本当目の前です、うん、そこでですね、うん、なんと下町演劇祭に出る団体が、うん、集まりまして、うん、ちょっと納涼会でもやろうじゃないかと、うん、で、うん、歌あり、うん、お話あり、うん、何が待ってるかわからない、うん、面白い納涼会をしましょうと、うん、今いろいろ打ち合わせをしているんで、うん、それね、こっそり、うん、こっそりユーストリーム配信しちゃいましょうぜと。違う、そうなんですよ、うん、違う、合ってます。そうなんですよね、まあなかなかね、浅草、さっきも言ったように、うん、日本全国世界中からね、うん、見ていただいている方いると思うんで、うんうんうん、もう来れない、本当は行きたい21日、うんうんうん、私も生で、ホーリーズの人に会いたいよっていう人もいると思うんですけど、うん、まあ、そういう、遠い地に住まわれている方、うん、ぜひぜひこの面白い納涼会をですね、うん、お届けしたいなと思いまして、中継を、うん、カメラを持って入れたいなと思っております。あれ、これもしかしてまた星名くんの腕が試されるんですか。お、そうなのかな、星名くん試されるのかな。あ、ちょっとキョロキョロしちゃってるけれども、交互期待、その辺もね、ちょっと皆様にはね、どん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 、うん、気がかりが増えていけば、うん、星名くんがやるのかしら、あれ、星名くんやるのかしら、うん、こんだけ星名くんって言ってればね、うん、若い男の子を見たらいつ法律、うん、役者さんじゃなくてあなた星名くんって言われる日がね、うん、いつか来ちゃうかもしれませんが、かな、うん、でもね、うん、出しませんよ。あ、出しませんか。そう簡単には出しません。あ、出てるんだね、もうでもね、写真とかでね、写真とかは、うん、でもそんな形で21日はですね、うん、浅草文化観光センターという場所で、うん、7月21日14時から、うん、1時間ちょっとぐらいですかね、うん、イベントをやりたいと思っております、うん、で28日も、うん、先ほど、うん、
田中さんが、うん、あの言っていた広場でですね、路上パフォーマンス、うん、まあ、この辺も中身は規定のお楽しみと、楽しみですね、やらせていただきたいと思いますので、うんうん、はい、お時間ある方ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います、うん、はい、ではということでですね、この詳細などはこちらの詳細などはホームページ、ツイッターなどで、あのどしどし、あの紹介しますのでどしどし紹介、随時紹介しますので、うん、ぜひ見てください。というわけで、はい、今日はですね、まあ私と長川さんでお送りしてまいりましたが、どうでしたか。まあコーナーいっぱい準備してくれたんですけど、うん、まあ見てわかる通りですね、うん、ちょっと尺が超えてしまったなっていう、うん、ちょっと予想してたよね、うん、まだ喋り足りないなっていうぐらいでしょ、水谷さん、うん、もうこんな時間経っちゃったのっていう感じ。そうでしょ、うん、だこういうフリートーク、うん、どん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 鍛えていかないと、うん、やっぱね、プロは時間内に収めるんだって。いやー、ごめんなさい。こうね、あの喋ってて素が出ちゃうのはいいのか悪いのかちょっとわかんないですけど、うん、なんかフリートークって難しいなって思います。な、うん、なんか難しい、だから私も鍛えます。あ、いいですね、うんうん、じゃあ亜美ちゃんと共に、お、うん、じゃあ新たなコーナーが生まれるかもしれないですね。亜美ちゃんと私行ったら収拾がつかないなと思うんですよね。何か誰かね、そうやってね、進行まとめてくれる人がないと。そうだよ、でも今日も進行水谷さんですからね、うん、そうでしたかね、できてましたかね、わかんない。できてました、できてました。あのまあでもたまにはね、うん、まあ、こういうのいいんじゃないかなと思いますが、うん、はい、次回はまたね、うん、2人3人と、うん、あのイッツポーリーのメンバーをね、うん、ぜひぜひゲストにお招きして、うん、放送していきたいなと思っております、うん、あのこれはもうディレクターからのお願いですが、うん、はい、皆さん本番を抱えていて忙しいんですよ。そうです、ね、今日もありがとうございます、ね、はい、はい、なので、はい、あの素敵なゲストいっぱいね、はい、イッツポーリーズに限らずちょっと呼んでいきたいなと思っておりますので、うん、その辺も乞うご期待ということで、はい、はい、では本日のお相手は私水谷珠美と、制作の長川でした。また次回もね、はい、はい、よろしくお願いします、うん、ぜひ見てください。